こんにちは、マッツーです。先日ね、アクオスウィッシュ4のレビューをお届けしましたが、もう一つ2万円台のスマホで忘れてはいけないのがアローズ V2 でございます。アローズ V2 シリーズに関しては以前アローズ V2 プラスのレビューもお届けしておりまして、多くの機能はね、アローズ V2 プラスとも共通化されている、ところでもあったりしますけれども、今回はですね、このアクオスウィッシュ4とアローズ V2、ドコモでは両方とも定価2万2000円で購入ができる、本当に格安のだけど使い勝手のいいスマホに仕上がっております。この2つどういう違いがあるのか、どういう風に選べばいいのか、機能に差があるのかというところ、結構選ぶ時にもね、気になる方多いんじゃないかなという風に思います。この2つの2万円台スマホを比較レビューしていきたいなという風に思います。では行ってみましょう。というわけで今回はアクオスウィッシュ4とアローズ V2 を比較してレビューをしていきたいと思いますが、このマッツースクエアチャンネルではスマートフォンだったりパソコンなどいろいろレビューしております。ぜひチャンネル登録していただきまして、他の動画とも見比べながらぜひ見ていただければなというふうに思います。はい、というわけで今回はアローズ V2 とアクオスウィッシュ4を比較をしながらね、レビューをしていきたいと思います。ドコモで両方とも発売されているモデルになります。ドコモ以外でもね、アクオスウィッシュ4は Y モバイルや楽天モバイル、SIM フリーで発売されてますし、アローズ V2 は au や UQ モバイルなどでも発売されております。SIM フリーでも発売されているスマートフォンという形になります。価格ざっとまとめるとこんな感じになります。アローズ V2 も、アクオスウィッシュ4も、まあ、最安で言うとね、5500円ぐらいから買えるんですが、アローズ V2 は au や UQ モバイルでも5501円で購入ができるというところで、結構いろいろなチャンネルで、価格安く購入ができるのがアローズ V2 の特徴です。対してアクオスウィッシュ4の方がキャリアの価格としてはね、なんか Y モバイルとか楽天モバイルでも3万円台ぐらいの、定価になっているというところもあって、まあ、チャンネルによってはね、若干高めにもなっているっていうのがアクオスウィッシュ4の特徴でもあるのかなというふうにも思います。アクオスもね、アローズも、まあ両方日本に馴染みのあるブランドというところもあって、まあどちらかというと選びやすいのかなと思います。まあやっぱり一番の違いは大きさなのかなと思います。今まではね、2万円台のスマホってもう 5.7 インチっていうのがね、主流だったんですが、アローズ V2 の方は 6.1 インチ、アクオスウィッシュ4の方は 6.6 インチというところで、結構大きいです。これがね、アクオス R9 ですので、アクオス R9 よりも画面はアクオスウィッシュ4の方が大きかったりもします。こちらね、ギャラクシー S24 ウルトラ、もう本当にフラッグシップの20万円弱ぐらいするフラッグシップのスマホですが、それと比べてもね、結構大きさ、まあこっちの方が大きいんですよ。画面サイズはこっちの方が大きかったりはするんですが、でもそれに匹敵するぐらいのね、大きさもあったりとかして、例えばシニアの方が大画面でね、大きな文字で見たいという方にとっては、アクオスウィッシュ4のこの大きさ、結構ありがたいのじゃないかなというふうに思います。手の持ちやすさという意味では、アローズ V2 6.1 インチなんですが、やっぱり馴染みはありますよね。これぐらいの大きさの方がいいかなっていう感じもしたりもします。アローズ V2 は横幅73ミリ、アクオスウィッシュ4は76ミリです。ケースつけると80ミリ弱ぐらいになるんじゃないかなと思います。まあ多分ケースつける方が多いと思うんですよね。片手持ちで使い続けるにはちょっと幅が広いかなって感じがします。こういう風にね、片手で持ちながらこう操作をするっていう方も結構多いと思うんですよね。でそういうような使い方をする方にはやっぱ大きな画面っていうところはね、非常に見やすいですし、こう動画を見る際とかもね、まあ、こんな感じで結構大きな画面で見ることができるので、そうなかなかいいんですよね。見やすい、例えばちょっと細かい字があるような動画とかでも見やすくなりますので、かなりいいかなというふうに思います。アローズ V2 に関してはね、以前アローズ V2 プラスのレビューでもご紹介はしています。結構フォルムは似ておりまして、こんな感じですね。はい、デザインはかなり似ているなんですけれども、中のスペックがね若干違ったりとか、画面の大きさだったりとかもね、若干違ったりもしているのがわかるかなと思います。まあ、スペックが高いのはね、プラスの方ではあったりするんですが、迷惑電話対策機能とか、
そういうところはアローズ V2 の無印にしか入っていなかったり、あとは自動通話録音機能とかも含めてね、アローズ V2 にしか入ってないっていう機能もあったりもするので、一概にプラスを選べばいいっていうわけでもないなっていうところがね、なかなか難しいところでもあったりもします。はい、アローズ V2 シリーズのスペックはこんな感じになります。アローズ V2 プラスとアローズ V2 でいろいろなところ違ったりするんですが、カメラの広角カメラに関しては 50.1 メガピクセル、これはね、プラスとアローズ V2 とで同じものになっております。それ以外は結構差があったりはしますが、重さに関してはそんなに差がないので、持ち心地に関してはね、そこまでかなって感じでもあります。でもやっぱりちょっとね、画面のサイズ感の差があったりはするので、プラスよりはアローズ V2 の方が持ちやすいかなという感じであります。で、あとはね、自律神経測定センサーとかっていうのはね、プラスにしかない機能だったりもするので、ちょっと気になるよっていう方はね、健康系の機能という意味でアローズウィーツプラスを選ぶというのも手なのかなという感じではあります。そして、アクオスウィッシュ4との比較という意味ではこんな感じになります。この2つは同じドコモでは22,000円、 au ではね、アクオスウィッシュ4は法人向けにしか取り扱いがないというところで各3万円ぐらいになってるんですが、アローズウィッツは22,000円で、購入ができたりもします。微妙にスペック違ったりするんですが、例えば画面のリフレッシュレートがアクオスウィッシュ4だけ 90Hz 駆動だったりしますし、 CPU も搭載してるのがね、アローズウィッツがディメンシティ7025、アクオスウィッシュ4がディメンシティ700という微妙な差があったりもします。バッテリーに関しては画面サイズも大きいアクオスウィッシュ4の方がやっぱり有利になって 5000mAh 積んでいるというところでございますね。メーカーが違うだけであって、やっぱり少しずつねスペックに差はあったりはするんですが、搭載されている機能は結構近いところも多いんですよね。ハイエンドのスマートフォンに比べるとやっぱり2万円台というところで、まあシニアの方とかが購入しやすいスマホというところもあって、なんか充実している、独自の充実っていうところがなかなか面白いなというふうにも思います。はい、例えばですね、側面ですね、側面には指紋センサーがついています。両方とも側面の指紋センサーというところになっております。それはね、両方とも同じだったりもします。であとはですね、両方の端末で顔認証によるロック解除もできます。今回ですね、アクオスウィッシュ4に関してはマスクは対応しています。はい、マスクしたままでも顔認証が有効っていうメニューが一応ありますので、アクオスウィッシュ4はマスク対応になっています。アローズ V2 の方はマスク対応はね、歌っていないという形になります。はい、登録のフローでもね、マスクをしたまま顔認証っていうのが一応有効にすることで、できるという形になります。あとはですね、アローズ V2 の方は顔と指紋のダブル認証もできます。はい、顔と指紋のダブル認証というところで、両方設定しておけばですね、ダブル認証で顔と指紋両方パスしないと認証解除できないというようなこともできるんですよ。決済系のアプリとかね、やっぱり用心に越したことはないかなというふうにも思います。そういう時にダブル認証使えるのは、便利ですよね。これがアローズ V2 の、非常に便利な点かなというふうにも思います。あとはですね、指紋センサーをずっと長押しをしておくと、こういうふうにショートカットでアプリが開くペイトリガーという機能がね、アクオスウィッシュ4にはあります。ペイトリガーはさらに右下にね、このトリガーフォルダーというのをね、表示させて瞬時に切り替えられるというような機能もあるので、例えば店先でポイントカードを出して、そのままもう一回ね、ペイペイだったり D 払いとかっていうので支払うというようなこともしやすいというのが結構便利なところでもあったりします。アローズ V2 でも実はファストフィンガーランチャーという機能があるので、ロックを解除するときにずっとね、はい、こういう風に、ランチャーを起動することができます。こういう風にで、これでどれかをタップをしてあげればそれが起動するみたいな、ものもできますし、設定によってはですね、ダイレクト起動も一応できます。はい、こういう風にね、すぐダイレクト起動ができる。今カメラをね、親指割り当ててるんですが、こういう風にダイレクト起動もできるようなモードが搭載されています。アクオスウィッシュ4のペイトリガーに関しては、基本的には一つのアプリを登録をするんですが、ペイトリガーフォルダーを選ぶことでこういくつものね、
多分最大16個までトリガーフォルダーに入れることができます。逆にアローズビー2の方はこのように指ごとに登録ができるんですよ。実は、はい、指ごとに登録ができます。最大10本の指というわけではなくてですね、指紋が登録できるのは5本までなので、5本までの指に、1つの指につき、実は4つのアプリを登録ができるので、だから 5×4 で20個までアプリを一応登録することができます。でダイレクト起動も一応設定をすることができます、はい、っていう違いがあります。ペイトリガーの方はあのトリガー起動しちゃえば、そのままねフォルダーもね表示されるんですが、アローズ V2 のこのファストフィンガーランチャーに関してはそういう機能はないです。以前はファストウォレットっていうね、アプリがあったんですが、それね今回なくなってるんですよね。ちょっと違うんだけど似てるような機能があったんですが、それがなくなってて、まあ、あの代替できるのはファストフィンガーランチャーかなというふうに、ちょっと違うんですけれども、まあ、こんな感じで両方ともねショートカット起動はできるかなという感じであります。アローズビー2の方はここにねなんかバーがあるんですよね。実はバーを振ってやったけど、こういう風なねこういうランチャーも起動してくれます。このスライドイン起動ですね。こういうスライドイン起動を使うことで、まあ、あの他のアプリをね、一般的なアプリこういう風にあのショートカットでプンってこう起動するということもできます。今のはちょっとあのスクリーンショットのところをやっちゃったんですけど、こういうスクリーンショットしてフォトショップで編集みたいなこともできるというのはなかなか面白いですね、はい、この機能はアクオスにはないですね、はい、あとはね自動スクロールできる機能です。アクオスウィッシュ4はスクロールオートという機能が搭載されています。はい、これオンにしてあげれば一応スクロール自動でできるような機能が、使えます。アクオスビッシュ4のスクロールオートは基本的にはスクロールです。でスクロールオートをするアプリっていうのを、選択してあげてですね、例えば、ツイッターを選択しています。例えば2本指でこうやってやってあげるとスクロールオート操作中ってなっているので、こう自動的にこう、まあ、スピードとかもねここで調整しながら、スクロールができるという機能があります。一方アローズの方は、エクスライダーっていう機能があります。これをオンにしていただくとですね、はい、結構いろいろなカスタマイズができるんですよね。エクスライダーの方は同じ機能がねプラスの方にも載ってるのでアローズ V2 プラスで紹介するんですが、ダブルタップするとこういう風にモードが出てくるので、下にこうやってスクロールしてあげるとスクロールができます。完全に、手を離していいっていうわけではないんですが、手を離すとねこういう風に止まるんですが、こういう機能が一応あります。こういう風にね、下3段階上3段階の合計7段階、が一応スクロールができるという形になります。 Twitter とかだと普通に拡大できるんですけど、あのインスタとかだと拡大できなかったりするんですよね。やっぱこういう画像とかも一瞬拡大できるんですけどすぐね縮まっちゃうんですよね。でそういう時にはエクスライダーからさらに、はい、これダブルタップをすると物理的にグッて拡大をしてくれます。なので見たい写真とかもこれで拡大をして表示をするということができます。一回拡大してあげるとね、こう拡大縮小はこういうふうにピンチンピンチャットでもできるんですけど、そういうこともできます。拡大縮小まではアクオスウィッシュ4はできないんですが、逆にスクロールオートでね完全にハンズフリーでスクロールをねするということもできるということでございます。はい、あと結構大事な機能が迷惑電話の対策機能ですね。今までアローズ V シリーズだったり、まあアローズ V の前のアローズ B シリーズでもね迷惑電話対策機能入っていたんですが、今回アクオスウィッシュの方にも迷惑電話の対策機能が入っています。両方入ってるんですね。なのでシニアの方にねスマホ持たせたいで検討してるっていうような方とかでも、あこの迷惑電話対策機能かなり響くかなという感じでもあります。これ結構作りが違っていて、アローズ Wii の方はもう一括なんですよね。全ての迷惑電話対策を一括でオンオフをするという機能になります。逆にアクオスウィッシュ4の方は例えば電話に出る前確認、ご注意表示、不審な緩和のお知らせという形で、それぞれの項目をそれぞれでオンオフができるという形になります。アローズ V2 の方はですね、例えば電話帳に登録がなかったら、電話録音しますよっていうね、ナレーションが鳴ったりもします。この通話は迷惑電話防止のために録音されます。また、呼び出し中は一時的に無音状態になります。
おつなぎいたしますので、このままお待ちください。かかってくるこっち側も迷惑電話にご注意ください。迷惑電話にご注意ください。迷惑電話にご注意ください。こんな感じの音だったりね。あとは会話の中でちょっと振り込みとか、あの迷惑電話に関するキーワードを検知すると、通話内容に振り込みに関するキーワードが検出されました。この通話は迷惑電話防止のために録音されます。通話を再開します。まあ相手が結構ひるむようなねメッセージがこう流れたりもします。これは全部一括でオンになるんですね、アローズ V2 の方は。これがアクオスウィッシュ4の方は、例えば先ほどのね不審な会話のお知らせ、同じような機能がアクオスウィッシュ4にもあるんですよ。通話中特殊詐欺などが疑われる不審な会話には音とバイブでのお知らせとメッセージ表示をしますっていうのが一応あったりするんですが、これもある。でもこれはこれでオンオフができるということなの。電話出る前確認っていう機能、まあ、これは多分アクオスウィッシュならではの機能かなというふうに思うんですが、電話に出る前に、録音をしてもらう、で要件、名前と要件を喋ってもらうという機能だったり、自動音声でお受けします。この通話は防犯のため録音されます。恐れ入りますが、ピーという発信音の後にあなたのお名前とご要件をおっしゃってください。こんにちは、マッツーです。こんにちは、マッツーです。どうですか、大丈夫ですか。これで受話音声を押すと、受話音声ね、今向こう側の人が喋っている音声を、聞くことができます。これね。はい。で、応答のボタンを押せば、応答をね、このまま会話をすることができるし、そのまま押さなければ自動お断りされると。ただいま電話に出ることができません。恐れ入りますが、後ほどおかけ直しください。あとはご注意表示ですね。あの電話帳に登録してない、番号からかかってきた場合にはこのご注意表示を、になって、こんな感じでね、ちょっと今これはスクリーンショットではあるんですが、こんな感じで、ボタンを押せばもう自動的にシャットアウトするみたいな機能があったります。一応それぞれの機能をねオンオフができるという形になりますというところなので、まあ一括で設定しちゃった方が便利だったりはするかなと思うんですけれども、使いたくない機能があったりをする場合には、まあアクオスウィッシュ4もなかなか便利かなというふうに思います。で、注意点なのは、アクオスウィッシュ4は全ての通話を自動録音できるというモードがここにあります。はい、通話録音の機能があるんですが、これですね、録音リストから誰かに例えば出すとかね、ちょっと保存しときたいっていう場合には、まあ、一応保存はされるんですよ。保存されるんですけれども、これを例えばパソコンとかに入れときたいとかいう場合にはですね、一回これを長押ししてエクスポート押さないとエクスポートできません。はい、これでエクスポートで、どこかのこのレコーディングとかのファイルに、ここで、ね、書き出しをするみたいなことが必要になります。アローズ V2 に関しては迷惑電話対策でもまあ書き出しはできるんですけど、自動通話録音の機能があります。はい、電話帳の中に、設定で、通話、伝言メモだったり、通話メモっていうのがあります。ちょっと今これあの迷惑電話対策やってる場合にはそっちが優先されるので、ちょっと今グレーアウトされてるんですけど、はい、これでねオンオフができます。自動通話メモができるようになります。だから自動で通話かかってきたら自動で録音するっていうのがこいつでもできます。通話メモや伝言メモはストレージには保存されていなくてですね、またこの録音リストのところもエクスポートのメニューがないので、データを外に移すことはできなさそうですね。アローズ V2 を使いの方はご注意ください。あの上位、一応上位機種のアローズ V2 プラスが載ってないんですよなぜか載ってくれていいのにって思うんだけど載ってないんですよ。はい、通話メモは載ってないというところはご注意ください。アクオスウィッシュ4の方には迷惑電話対策機能載っていますが、アクオス R9 にはね入っております。やっぱりねこれ嬉しいっすよね。ハイエンドのスマートフォンにも入っているというのはなかなか面白いなと思います。逆に、アローズ V2 プラスの方には迷惑電話対策機能は入っていません。
はい、なので電話系の機能は迷惑電話も自動通話録音、通話録音に関してもアローズ V2 プラスでは使えないという形になります。そこはご注意いただければというふうに思います。その他ですね、ダイレクト給電の機能、こっちはね、アコースの方ではインテリジェントチャージって言ってますが、長持ちできるように、充電のね、上限を制限したりとか、あとは画面がついてる間は充電しない、画面が消えてる時だけ充電するという、画面がついてる時はね、直接供給するようなね、モードとか、そういうのも両方とも搭載されております。あとはね、アローズ V2 だけに搭載されてるのは、まあ、プライバシーモードですかね、これフッフッてフリックしてこの時刻表示のとこプッ、はい、フッてやってあげるとこのようにアプリが消えますあらかじめアプリだったり連絡先とかを、設定しておけばそのアプリや連絡先の履歴が消えるという、なかなか面白い機能になっております。以前のね富士通製の携帯から好評だった機能が、搭載されている。この時刻表示のところがねアンダーバーになってるんですよね、はい、なので、これをまたプッてやってあげると解除するときはねロック解除が必要になったりするんですが、これでロックを解除してこのね、ここら辺で消えてたアプリがまた表示されております。まあ、こういうような形の機能はアローズのみという形になります。タフネス、耐衝撃性だったりとか、あとはハンドソープ、アルコール除菌シートでのお手入れ、IP68、そこら辺の周りに関しては、一応両方とも対応しております。まあ、個人的に印象深いのはアローズのね、発表会とかでこう、なんかめっちゃ落としまくっているっていうのをね、見せてもらったので、アローズすごいなっていうふうに思ったんです。アクオスもしかするとね、私はアクオスは発表会行ったことがないので、わからないんですけど、こういうふうなことをしたのかもしれないんですけれども、はい。まあ、タフネスさっていうところもね、売りにしてるのかなというところでもあります。というところで、機能をまとめるとこんな感じでございます。こうやって見比べるとね、結構いろいろなところで共通化されているんですが、各項目ごとで少しずつ機能違ったりするんですよね。そこがなんか面白いなというふうにも思いますので、よく使う機能とかあったら、機能ごとにね、こっちの方がいい、あっちの方がいいっていうふうにね、見比べていただければなというふうに思います。あとはですね、アローズ V2 だけ、FM ラジオにも対応しています。FM ラジオ、ラジスマですね。ラジコンプラス LFM のラジスマにも対応していますので、ね、緊急時とかでも、通信を使わずに、データ通信使わずに、放送波を聞くことができるのは、なかなか便利ですね。やっぱりね。いざという時には、やっぱり FM ラジオ大事ですから、使っていただければな、というふうに思います。はい。画面に関して、これ今ね、両方とも、白い画面を今出しているんですが、屋内の環境で見ると、アクオスウィッシュ4の方が、明るい感じがしますね。両方とも TFT の液晶にはなっているんですが、アクオスウィッシュ4の方が明るい感じがします。ただ、外で例えば晴天下の下で写真を撮ったりとかすると、どっちも暗いです。どっちも暗いので、晴天下はそんな関係ないかなって感じがあります。目に優しいのはアローズ V2 の方かなって感じもするんですよ。やっぱり、なんか時折アクオスウィッシュ4は眩しいかなっていう感じもするんです。屋内で使うとね。っていう感じあります。ただ外だとちょっとやっぱ暗くなっちゃうので、そこはちょっと注意かなという感じでもあります。はい、チップセット両方ともディメンシティ、メディアテックディメンシティを使っていますが、アローズ V2 はディメンシティ7025、アコースウィッシュ4はディメンシティ700というところで若干の違いがあります。あとね、メモリがですね、アローズ V2 は一応仮想メモリを設定することはできます。合計ね、4ギガまで設定できるので、合計8ギガまで一応設定することができるという違いがあります。ベンチマークを取ってみると、アコースウィッシュ4は37万、アローズ V2 は45万というところで、まあ、ちょっとアローズ V2 の方がベンチマークのスコアとしては大きいです。なので、まあ、こっちの方がサクサクという、スコア的にはそういう感じではあるんですが、このぐらいのスコアなので、そんなにね、ヘビーなゲームとかはできないですし、ちょっとね、カメラとか使ってみると、保存に時間がかかったりするときがあるんですよ。こうね、アコースウィッシュの方が、まあ、出やすいかなって感じあるんですが、こうなんか写真撮ってみても、この アローズでもね、出るときはあるんですが、なんかちょっとこう、何回かパンパンパンって撮ろうとすると、ちょっとこう、保存に時間かかる。まあ、アクオスの方が若干出やすいのかもしれないですね。はい、っていう感じで、アローズでも出ることはあります。
はい、かなり、スクロールとは、まあ、両方とも快適です。ただ、アクオスビッシュ4の方が 90Hz 駆動にも対応しているというところで、滑らかさどうですか、まあ、そんな変わんないかな、そんな変わんないかもしれないんですけども、はい、こんな感じです、ちょっと表示が若干違ったりもするので、フォントの大きさとかもね、こんな感じ、まあ見やすさそんな変わんないかなとも思うんですが、まあ、ちょっとやっぱ画面の輝度の差が若干あるかなっていう気もするんですけど、うん、なのでまあ操作感としてはまあ普通常用途であればそんな変わらないかなっていう気はします。Twitter とかも含めて、うん、スクロールとかも、まあ、そんなに、うん、なんか苦に感じたことはないので、通常利用では SNS も、ブラウジングも電話とかでも、なかなか便利なんじゃないかなというふうに思います。そしてカメラです。カメラは両方とも広角は 50.1MP、5010万画素のカメラが搭載されています。アローズ V2 に関しては、アローズ V2 プラスと同じ、広角レンズのセンサーを使っておりますので、まあ、要は上位機種と一応同じっていう形になります。アローズ V2 の方は、もう一つマクロのカメラがね、1.9MP、190万画素の、まあ、ちょこっとしたマクロカメラもついているというところにもなっております。なんかちょっとマクロでね、もう物にかなり近づいて撮りたいっていう方はアローズ V2 の方がいいのかなという感じでもあります。実際にちょっと作例をご覧いただければと思います。先日のアクオスウィッシュ4の作例と同じにはなるんですが、はい、こんな感じです。ちょっとね、空の色とかっていうのがアローズ V2 の方がちょっと浅めっていうか、ちょっとザラッと目に撮れてるのかなって感じもあります。この違いですよね。ここは結構アクオスウィッシュ4の方が、綺麗に撮れてるかなって印象もあります。これはね、2倍です。若干画角ずれてて申し訳ないんですが、はい、こんな感じの、夜景とかになるとこんな感じです。アクオスウィッシュ4はこうなんですが、アローズ V2 はこんな感じです。まあ、これ一応夜景モードで撮っているんですが、結構白飛び、アローズ V2 の方がしやすい印象ではあります。まあ、アクオスウィッシュ4も白飛びしてるんですけど、だからそう変わらないですけど、よりなんか白飛びしてるかなっていう感じはあります。2倍だと、アクオスウィッシュ4も、アローズ V2 も、まあ、大体映りはね、粗めという形で同じなのかなって感じでもあります。1倍にするとこんな感じで、明るさや色にもね、少し差があったりするのかなと思います。意外とライトに強いのかな、アローズ V2 はね。これ屋内での写真になるんですが、はい、一瞬アローズウィッツの方がいいかなって感じするんですけど、結構やっぱり若干ザラッと気味なんですよね、うん、明るさにもうちょっと強くなってくれるといいかなって感じ、まあ、アクオスウィッシュ4もそんな強いわけではないんですが、うん、そこそこの感じかなという気はします。食べ物こんな感じです。食べ物になるとアクオスウィッシュ4よりもアローズウィッツの方がなんか赤みがあってね、美味しそうに見えます。なんかちょっとアクオスウィッシュ4は青っぽい感じがしますよね、うん、っていうところの違いはあるかな、こういう写真に撮ってみてもアクオスウィッシュ4こうなんですが、アローズウィーツこんな感じです。まあちょっと白白くなりすぎてる感じはあるんですけれども、ちょっとこうご飯とんび気味ですよね、うん、っていうところはあるんですが、全体的にこれでもやっぱちょっとアクオスウィッシュ4の方が美味しそうに見えるかな、どうなんですかね。はい、こっちちょっとなんかこう明るさありますよね。シーンによって結構変わるのかもしれません。はい、おこべ拡大するとこんな感じなんですが、はい、こういう違いがあったりもします。シーンによって変わるのかな、なんだけどなんか風景はアクオスウィッシュ4の方が良さそうで、食事はまあシーンによるかなっていう感じなのかなというふうな気はします。まあ今までのアクオスウィッシュシリーズとアローズ V シリーズのカメラのバランスの差は比較的やっぱりアローズよりもアクオスの方が比較的同じ価格帯では綺麗に撮れるかなっていうところがあるんですが、今回もまあそれは踏襲しているのかなっていう感じがあります。機能の差っていう意味で言うとアクオスウィッシュ4よりアローズウィッツの方が盛り込まれてる感じではありますね、うん、よりこうアローズウィッツのが、機能はあるかな。だからアクオスウィッシュ4も機能が足りないってことはなくて、かなりいろいろな機能が盛り込まれているというのは
なかなか面白いなという感じでもあります。マシンスペック的にもね、まあこれはだから大きさっていうところはね、どっちのが使いやすいかっていうのは人によるとは思うんですよね。はい、なのでまあそれはそれぞれちょっと触ってみてね、店頭とかでも触ってみて、比較してみていただければなというふうにも思います。あとは価格ですかね。はい、価格、まあ価格や発売チャンネルというところの差もあるのかなというふうに思います。キャリアで言うとアローズリーツの方が買いやすいのかなという感じもあります。ただね、ワイモバイルとか楽天モバイルだったらね、アコースウィッシュ4も取り扱いあるので、最近ワイモバイルとか楽天モバイル派の方も結構多いですから、うん、そういう意味ではアコースウィッシュ4も選びやすくなってるのかな、安いですからね、うん、っていうところもあるかなというふうに思います。ドコモで言うと両方取り扱いがあるので、さあどっちにするっていう感じですかね。はい、ぜひ選んでみていただければなというふうに思います。というわけで今回はアコースウィッシュ4とアローズ V2 を比較してみました。どちらの方がいいと感じましたか？で、今回結構このアコースウィッシュ4の、例えばその迷惑電話対策機能がのアップグレードはかなりすごいなと思いますし、まあ、両方ともね、簡単モードだったり、楽々スマートフォンみたいに使えるモードだったり、ジュニアモードも搭載されているので、シニアの方もそうですし、子供の方でも使いやすいかなという感じがします。その中でもね、大きな変化を感じるのはアコースウィッシュ4かなというふうに思います。迷惑電話対策機能もついてるし、大画面で使えるっていうところは、やっぱシニアの方には嬉しい、なんかそこにすごくフォーカスされているっていう、気がします。どちらかというと、アローズ V2 の方が全方位、子供でも使いやすい大きさだったりもしますし、まあそこそこ、スペックもね、サクサク使える。カメラの挙動とかっていうところを見てもね、ちょっとアローズ V2 の方が一歩上を行ってるなっていう感じもしますし、あとは機能が充実してるっていうところもね、ビジネスマンとかでも使いやすいプライバシーモードとかね、そういうところも含めて使いやすくなってるのかなというふうにも思います。プライバシーモード、指でもオンオフできたりもしますので、機能の詳細についてはね、アローズ V2 プラスのレビューの方で詳しく解説しておりますので、ぜひレビュー見ていただければなというふうにも思います。自分が買うとすれば、自分がこの2つのどちらかを買うとすれば、悩みますね。めっちゃ悩みますね。それはまあ自分はこっちかな。大きさ、やっぱ大きさはやっぱり嬉しいし、あとは FM ラジオを通させてるのが嬉しいので、私はこっちを選ぶかな。で、プラスでコンパクトデジタルカメラみたいなのを持ち歩くかな、みたいな感じですかね。いう感じがします。シニアの方はこっちの方がいいかもしれない。どっちですかね。ぜひ、迷っていただければというふうに思います。というわけで、この動画参考になった方はチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。アコースウィッシュ4、アローズ V2 だけではなくてね、いろいろなスマートフォンレビューしております。アコース R9 もね、レビューしてますし、ピクセルや iPhone もレビューしていく予定でもございますので、ぜひね、チャンネル登録していただきまして、また次回の動画でもお会いできればというふうに思います。というわけで、マツでございました。また次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ、ありがとうございました。